ラマこれもともと3.1って8つぐらい言語対応してたんですけど、うんうん、日本語は対応してないみたいな。そうですよね。で、なんか末尾になんかくっつけると一応日本語も対応されるみたいな話もあったんですけれども、サーバーエージェントが追加で日本語を学習しましたよっていうのを出してきて、これすごい話題になりましたね。早いですよね。2日ぐらいですかね。そうですね。 これ、どうなんですか今まで独自にモデル作ってるって、まあ、それがそのファインチューニングで作ってるのか、僕、よく分かんないんですけど、何社かが日本語モデルで作ってたじゃないですか。そうですね。そ,そういうのよりも全然性能いいんですかね、やっぱり。でしょうね。これ、ベンチマークでは g p t 4 o とか、クロードの3.5ソネットより優れているって、本当かっていうぐらいですよね。まあ、元々のランマが<れ> すすごいいのかもしれないですけど、うん、これ、独自に作っていたとか、古いモデルでファインチューニングにお金をかけていた会社とか、つら、うん、いですよね、こんなの、後から出たモデルで2日ぐらいポンと作られちゃったら、今までは、この、うん、金と労力は何なのみたいな感じになりますよね。いや、<れ>本当、そう思いますよね。その独自にすごい苦労して、データ集めて、うんうん、すごいやってたのが、これで2日。 でまあ元々何らか準備はしてたと思うんですけれどもさっとやってさっと超えるってやっぱベースのモデルがすごい賢くなるとなかなかね自分たちで作ろうとしても。 超えられないといとううかそうですよねまあ以前からね、サマー・アルトマン、そんなこと言ってるんですよね、なんか、自分たちでやろうとした方がいいよっていうことを言ってて、うんうん、だってもう、ついからついから最高の出てくるんで、だから自分たちでやっても全部無意味になっちゃうよみたいなことは、まあ彼は言ってたんですけね。無意味になるっては悲しいです。せっかくやっても、結局、いいやつが使われるんで、その、 寿命が短すぎるどころか日の目を見ずに終わるみたいになりますから、ね、そうですよね。これ、まあ難しいとこですよね、うん、本当にね。うん、あこれ、有名なエヌパカさんですけれども、これ実行するのは GPU っていうその、の半導体ですよね。半導体ですよね。が、結構、そこで自前で動かすみたいなのが前提になってるんで、うんうん、そういうの持ってないと気軽に試すっていう。ああ、まあ試せないですね。あんまりないんですけど、ただこれは多分、ま とかでやってるんじゃないですかね、M3Max <ー>、はい。これはあのもともとそういう言語モデルをローカルで動かすための仕組みなんですよ、うん、このラマ m CPP って。<ー>で、これ上で今回のと日本語モデルっていうのを動かしましたっていうような記事なんで、うん、まあそれをインストールして、この重み、日本語の重みのやつを、うん、まあ設定して、あとプロンプト。 打ったたら答えてくれましたみたいな、そういう話なんで、まあ、GPU 持ってれば試せるのかなとうん、うん。なるほど。まあ、あの、前回、遠藤さんとお話したように、メタっていうのは、こういうのをみんなにいろいろどんどん作ってもらいたいから、オープンソースでやってるんだって言ってましたですから、こういうの、どんどんまだまだ出てくるんでしょうね。まだ、ね、えっ、ー、と、ドラマ3.1が発表されて1週間ちょっとですけども、これ、日本語も出てきますし、これからいろんなモデルがどんどん。 出てくるのかなという感じですよねやっぱりこれからですよね、うん、ラマ3.1のその影響が社会に出てくるというのはう、ねうんうん。こういうのがどんどん出てきて、はい、本当に波及していくというか、まあ、それを意図してウェイトとか含めて全部公開していると思うんで、うんうん、と楽しみですどういうののこれあの、簡単にできるもんなんですかやっぱりそれなりの技術者がいないとできなくて、大企業でも、 あ難しいとこなんですかね。というのは、その専門の AI のベンダーに支援してもらった方がいいのか、外資系コンサルで結構そういうの、システムが強いところとかあるじゃないですか、そういうところに支援してもらった方がいいのか、それとか、自分たちの内政というか、自分たちのシステムエンジニアである程度できるもんなのか、どうなんですか。このちょ,ちょっと学習するには、多分まとまった GPU。 とかいるって、あ<ー>まあまあまあハードルはあるんじゃないですか。まあまあハードルあるんですよね。なるほど。はい、じゃあやっぱりあの専門業者に任せるという、なんかマークザッカバーやはそんなことを言ってたんですよね。まあそこまで簡単じゃないので、なんか専門業者、うん ともパートナーシップを組んでいって、うん、で一般企業とか中小企業も含めて、大企業、うん、中小企業含めて、みんなが自分のモデルを作れるように、そういうエコシステムを作りたいんだって、前回の遠藤さんとのお話の中でも出てきてましたですけど、そんな方向なので、うん、まあこれ、一つの中エコシステムっていうか、大きな市場になるというか、ビジネスになるそうな感じですかね。ここ、ね、んなな感じはしまますあ少なくとともこれ作るところで うん、市場はできると思いますし、まあ、ただ出口のところで、これ結局まあ自分たちで動かすことが、専用のやつを動かすことはできるっていう話だと思うんで、うん、まあそこの需要がどこまであるかっていう、同じタイミングで OpenAI がファインチューン無料開放みたいなのあったじゃないですか。はいはいはい、そうですよね。な,なんで、そのデータを OpenAI とかベンダーに、うん うん、渡すことをいとわなければ似たようなことはできるんでしょう。なるほどね。あなるほどねそ。そっちは業者使わなくても、内製のエンジニアでできるんでしょうね。あなるほど。じゃあ、要はデータをオープン a i に渡したいか渡したくないかという。あそうそう、そこだけだとてて思うんですよ。もうなんかコストもね、そんなに変わらないみたいな。なんだったらオープン a i のコストのほうが低いみたいな。うん、<お>あそうそう。これ、ベンダーに頼んでオリジナルでやると。 結構高いと思うんですけど、うん、オープン AI とかも他の業者のファインチューンサービスとか、うんはい、プラットフォーム上でファインチューンすれば相当安いんで、ほ本当にデータを渡すか渡さないかっていう、そ,んだけだそこだけになってきたって感じですかね。以前はなんかオープンソースが安いからみたいな、そんなことを、うん、そういう議論だったんですけど、そうじゃなくて、もうセキュリティというか、データを渡したいかどうかだけになってきてるって感じなんですかね,ですね。そう考えると、多分中小企業の方がかえって安いから、もうデータそこまで気にせず渡しちゃって、 ああどっちかっていうと、大企業の方がデータ気にして、独自のやつをなんか持ちたいとかするのかもしれないな、なあとはまあ国とかねなるほどね。